時刻は午前3時になりました。三四郎のお二人お疲れ様でした。えー、下振り明星、そちらです。聖夜です。毎週金曜日深夜3時からのオールナイト日本ゼロは吉本所属の漫才師、我々、霜降り明星が、この後5時まで担当させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。第2回目。聖夜さん。はい。元気なかったのに。いや、ま、あの、いや、そのね、元気出てるやん。いや、本番前ね。どうしたや。あの、ま、三四郎さんがやってるラジオも流れながら、あの、ま、あ 1分、7分前までね、はい、頭痛くて、うんで、すっごい眠くて。顔もおかしかったよ。まあ、さっきまでアメトークの収録やったんですね。はいはい、んで、うわ、今日やっぱちょっと疲れてるなぁと思って、うん、で、結構うなだれてたんですよ、ブースで。元気なかったな。で、マネージャーにちょっとおにぎり、ちょっと1個か2個買ってきて、って、うん、ちょっと小腹空いてるかなと思って、うん、ほんで、今ね、ほんま本番、2分か3分前、おにぎり、あの、<laughs> 食べたら、めっちゃ元気になってる。主人公か。お前。何やねん、それ。俺、おにぎり食いたかった。主人公やないかマジで。おにぎりでめっちゃ元気なってる。飯ってめっちゃ大事やねんな。こんな元気なんねや。いっぱい食うて。ごめんな。ちょっと今、カフの周り、おにぎりのカスだらけ。すごいね、お前。ミックスチャンネルの方、お楽しみいただけてると思ってますけど。映ってるわ、ごめん。すいません。いや、ほんまに良かったわ、おにぎり。 ってなすごいマジで元気なってる。よかった。いやいや、戦の時代からやっぱね、多分そういう。<laughs> 腹が減っては。とか、やっぱおにぎりで活躍しましたから。おにぎり。いや、めっちゃ頑張る。いや、危なかった。おにぎり食ってなかった <laughs> 今日は。は<や>おにぎりでいやいや。よかったな、ほんまに。よかったよかった。さあ、というわけで、オールナイト日本ゼロなんですが。<え>えはいはいはい。えー、あれですよ。うん。 オールスター感謝祭の話を。早速ね。だってあの、先週まさにメールテーマがそれでしたから。オールナイトニッポンで活躍できるようなアドバイス。そうそうそう。募集して。いやだからあの、ええ、1回目のオールナイトニッポンから、もう休まず。寝ずに行ったオールスター感謝祭や。そのオールスター感謝祭で、私が。すごかったね。粗品さん。あれ何マジで。 ピリオド勝ち抜きってのがあって、まず、早押し1位で、賞金15万円はいはい、はい。感謝祭でしょそして、ラストは総合4位、20万獲得。なんでえ, <laughs> え、初回の登場で、4位なれるいや、マジで。何やったのなあれどういう意味マジで。どういう意味ってあれ。すごかったな、マジで。いや、その、ちょっとでも爪痕残せたらすごいみたいな話してたじゃないですか。かしてた。 いやいや、もう、内臓までえぐってるやん。そ爪その体の中手入れてるやん、オールスターの。いや、でも正直、まあ、ピリオド勝ち抜きはね、あの、やいや、早かったわ。あの、平成の名言ピリオド。やっぱり、簡単でしたよ。あの、あ、そう。み、みんなわかる問題やったでしょ大一ンブラザーズバンドの早押し勝負か。そう。あれは正直、やっぱり、自信あったな。なるほどな。で、あとやっぱこう、 総合4位の件ですけど。いや、すごいな。俺、正直でも、ほとんど全部分かったで。あれだけやね、<え>外したん。あの、俳優さんチームが、うん、えー、見破れるか見破れないかにベットするクイズみたいなあったじゃないですか。うん。それだけ、外したぐらいで、あとは大体正解しましたよ。ええー、<laughs> 私一つ知ってるんです。<laughs> 古,古畑ふ三はた人ええー、あなたの世代、<laughs> <何>あなたの年で。はい。 何えー、何ソシ泉君。くん。で、誰がやねん今泉くん。なん、えー、で今泉が詰められとんの <laughs> えスペシャル回です。うん、オールナイト。オールスター感謝祭。私も好きで結構見てるんです。あれ、最後まで見ると面白いんです。えあなた、あなたの年、あなたの年齢で解けないクイズ何問かありました。私同じ年なのでわかるんです。オールスター感謝祭の企画でやってない企画はどれ レッツゴーということでボタンを皆さん押しました。でもあなた、ーーね、うん、わからない問題のはずなのに何かまっすぐ前を見ていた。<laughs> えー、ゴールスター感謝祭で前には誰がいるかということなんです。これで皆さんに、えー、考えていただきたいんです。何が言いたいですか前にいるのは誰ですかうん前 答えられないようなので私が言います。何か後ろめたいことがあるのかな言わないということで。ラジオで何も言わないということは何か隠しているということです。言ってうてええの別に言える。前でしょいや、今田さんでしょはい、なんて言いましたいや、だから今田さん。もう一度。今田さん。ありがとうございます。しつこいな。腹立つわ、普通に。俺が犯人でも犯人じゃなくても腹立つわ、そのくだり。えぇ 何やねん生きりすぎやろ。担当直入に言います。最初から言えよ。何が言いたいねん。今田さんと、合図を送ってましたね。<laughs> あなた。<が>今田さんがペンを持てば A。いい <laughs> 今田さんが、左目を閉じれば B。何の意味があるんですか今田さんが屈伸をしたら C。何のメリットがあんの島崎和歌子さんが、屈伸をしたら D。うん 屈伸一回もしてへんやろ、<laughs> あの二人。ええー。何やばいね、それ。サイン下手やな。あなた全部答え知ってましたね。<laughs> なんでそうなんで。んおかしい、4位はおかしいです。<laughs> いやいや、おかしいないよ。勘でね、あの、ある程度はできましたよ。で、推理でそれこそ俺も、あの、分からん問題もこう、導き出したりしたからね。正直すごい。<laughs> <laughs> あの、ほんまに、いや、僕ね。そうでしょ、せいやさん。一発目からね、こいつ10問ぐらい。うん。そうそうそう。すぐ押してたの、しかも。 早かった、めっちゃ。早かったな。ほんで、それが全部合うてるんすよ。合うてた。え、何これと思って。え、マジで僕、ドッキリやと思ったんですよ。いや、そうやな。水曜日のダウンタウンとか、やっぱ TBS じゃないですか。はいはい。とか、オールスター感謝祭の中でも、たまにドッキリがあんのよ。なるほど。え、そう。あの、感謝祭の中で、実は、この中に一人だけ答え知ってて、その相方は、どんな反応してるみたいなクイズやと思って、俺。ドッキリやと思って。そう。だから俺、 映ってるかわかんないけど、すごい顔してると思うんだよ、その。俺も。8問7問ぐらい,いじ。マジ無口なったもんな。よ焦ったよ。あれ、こいつ答え知ってるやんと思って <laughs> そのドッキリか、うん、マジで不正してんちゃうかなっていう、その焦り。ほんでもっと言うと、お前、さ、そう、ドッキリって思い込んでから、はい、その、 まあ僕らの中でもね、CM 中とか普段喋るんですけど、せいやさん全然喋らんかったんですよ。なんか元気ないな、疲れてんのかなって俺は思っててんけど。はいはいはい。で、なんか2時間ぐらい経ってからやっと喋り出したんやんか。はいはい、はい、それこそ、俺ドッキリやと思ってたわ。だから僕が間違い出してから。そうそうそう。あんたたやっと喋ってくれたんやんのそのドッキリやと思ってる期間、思いっきりカンニングしてたよな、俺のこと。何が <laughs> 俺の答え全部見てなかった。<laughs> いや、お前の答え。うん。これ結構えぐないっすか、うん ドッキリとは関係なく俺がだから正解知ってると思い込んでるお前がずっとカンニングしてなかったお前なマジでマジで燃えてるよもうな燃えてる先週はな炎上仕掛けの発言燃えるよっていは言葉はやったけど俺今な燃えてるよ燃えてるまさにカンニングしてませんでしたあの鳥が火の鳥になってるよヤガバシは不死鳥燃え落ちてるよ あなた、してませんでした違う違う。カンニングマジでしてない。いや、それはお前の被害もんすよ。<お>いや、そ,れちその、答え一緒になって、<俺>そう、うん、一緒になることあるやん。別に横やねんから。それで言ったら、こうせいさんも横って、こうせいさんも一緒の多かった。違う違う。俺も身長高いから、お,お前より。マジでお前の目線とか、全部見てたけど、正直。いや,いや。やっぱ見てなかった俺のやつ。マジで見てない。ミキのこうせいさんも一緒やし。 横にな横にああそうなんか親俺はなんか無言でなんかお俺のやつをいやいやそんな一番赤んや,んや俺はんやずっと DJ コウさん見てた 誰見てんねん、お前。<laughs> 斜め前おったけど。なるべく、もう、やっぱ、DJKOO さんの顔。んんんいや、会われへんから、なかなか。いや、そう。やっとお会いできたけど。いや、それは濡れ着ぬよ。あ、そう。見てる問題もあったよ。そら、ちょっとな。あ,あ、そう。全部は見てないですよ。でドッキリやと思うぐらいの快進撃。いや、もう、ほんまにすごかった。でももう、俺はな、もう、正直、うん、なんかこう、活躍したいと、はい。狙ってたんですけど、クイズはちょっと不調やったんですよ。 ま、確かに、勘が冴えへんと、あれはな。ま、あれもあるけどな、途中で、あの、なんか、ミキの昴生さんと隣でテンション上がって、なんか、息の匂い対決みたいな。あれがマジでよくなかった。してた、してた。あのしてたな、お前ら。お、お前らって、昴生さん先輩あ、そうお前の先う。昴生さんのこと後輩と思ってるとこ出てるから。汗さんと昴生や。いやいや、汗と昴生さんあ、逆か。うん。昴生さんが先輩や。息のなんかやってたな、お前そう。ほんまになんか、 昴生さんが「なんかお前くさ!」とか言い出して「え僕ですか?」みたいな最近をやってる僕じゃないでしょ昴生さんでしょみたいな「お前お前においコしようや」みたいな「お前やろ絶対」おおお前朝みたいな匂いするな」みたいな言い出してさんが「何で俺やねん」「似てんな」「お前やろ絶対」「昴生さん」「いや昴生さんじゃあにおいコしましょう」って言ってまず昴生さんが「はぁ」ってやってきて。 マジで先行で臭すぎてさ。こうこう盛り上がらんぐらい。ミキ高校。コールド。コールドえ匂いのコールド負け。え、もう、えぐすぎて先行。裏なし。裏なしで終わった。いや、マジで。あの、着物の匂い分かりますほんまに着物。着物は洗えませんからね。そう。着物のあの、一番なんていうの着物はいい匂いですよ。着物のもっとなんか、臭い、なんか着物みたいな。 それプーンってしてもね。プーってして。くっって言って、それでもう集中力全部飛んでいった。それで感謝祭調子悪かった。の、そう。着物ですやんってこう、その、ダメやん乗り合ってたな、ずっと CM 中。てた。フィッシャーズさん全部すごい顔で見てたで。お前らの乗り。後ろで。お前らって言ってるよ。テレビ、テレビのその、恥ずかしいのもやめてくれよ、やっぱミーハーやからね。うん。そうそうそう。テンション上がったよな。もうほんまに、そう。 いや、昴瀬さんもやっぱミーハーやから。すぐ、もう、そう、CM 行ったらすぐ。すごいな言ってた言ってた。サイバージャパンおるぞ。あそこサイバージャパン。行ってみろや。あんた、漫才中じゃない時の昴瀬さんの感じな。ずっとうるさかった。うるさかった。それで言ったらやっぱ、あの、ボビー・オロゴンさんおった。初対面で。おったな。なあ会えたな。 ラジオで散々言ってたら。いやーでもちょくちょくアドゴにいじりやがってっていう顔してたよ。嘘つけよお前。ボビーさん聞いてるいやー。アドゴにのことを。俺、こうで、俺言われたもん、ピンマイク外すときに。あの、終わって。おでしゃ、おでしゃみたいな、あの、列なってて、いっぱい演者とかわーって。で、ボビーさん、先輩やから先帰れるはずよりに結構な後輩のとこおって、下振り三きぐらいのとこ並んでて、あれなんやと思ったら、横来て、耳のほんまに誰にも聞こえへん声で。 うん、あんまりアドゴにいじんなよ <laughs> やいやいやいやにめっちゃ怖かった<わ>怖すぎるやろ <laughs> 流ちょうに言うねんなほんまの時はあんまりアドゴにいじんなよおはすいませんっつって <laughs> すいませんっつってでもマジでアドゴに出るか思うたけどな俺あの V でクイズあったやんか<ー>ボビーさんが揚げ物 さんと対決した時の振りの段階で、ボビーさんがブレイクしたきっかけの番組、え、フェリス、英語語、なんちゃら学位みたいなもを。センカミューさんとか出てたなそう。それで俺マジでアドゴにワンチャンあるかなと思ったけど。確かにね。だからもうそろそろアドゴに3にしよう。合うかもしれない。アドゴにって言ってるから。アドゴにな。アドゴに3よ。いや、さすがにでもアドゴにもう、ビザも切れて。いや、向こう行ってるやろ。 何してんねやろな、アドゴニーさん。いや、知るアドゴニーロロ。何の。電波で、アドゴニーさんのこと毎回言うらしい。俺らだけやアドゴニロロ。知らん方のために言いますけど、ボビー・オロゴンと、初期、あの、天然で争ってたアフリカ人ね。争って負けた。アドゴニーさん。軍配がボビーに負けないんだ。別に負けてないね。俺きらんだ。いや、コンビやね、あれ。あ、コンビが強すぎて、ボビーさん。ボビーさんすごいよな。で、アドゴニは格闘技とかもできへんから。痛がりや 俺見てたけどあどこに行ってぇなぁとかあどこにいたがりそれで言ったらもう一人いましたからねそう確か名前も分からんけど名もなきおったおったボビー・アドゴにボビアドゴにもう一人ぐらいいましたオールスター感謝祭さ夢の舞台やったなミキと二人でね亜生も亜生も隣やか隣やか隣やか何隣やかいや方言ですけど え、そんな、方言、え、大阪やんな。大阪の福島ってどこの隣やか、噛んませんよ。疲れてない疲れてない、全然。隣やか。なあ、あれ。だって、あの、ミニマラソン走ってましたからね、アセイ。頑張ってた。頑張ってた。汗アセイはオールナイトニッポン聞いてるらしいよ。言うてたわ。うん、今日雨アメトーク。いやいや、ほんま、LINE 来てましたよ。ほんまにラジオ聞いてるで、みたいな。 アセ、その、正月の時もメールしてくれたわ。あの、オールナイトリップも聞きましたよ。嬉しいね。それ仲間がね、結構聞いてくれてて。ほんまやな。でも、アセはほんまに、あいつ、まあ今日とかもそうですけど、アメトークの時、なんか僕の暴露するんすよ。あはあれ、なんなあれ。マジで。じゃ、その話を、無理か。聞きたいんあの、今日暴露の話。まあまあほんまに前もね、アメトークの全然関係ない回で、 あれ何の会やったったはあの今年大事芸人ですああそうやはい、はい、今年大事芸人でええー、言ったらこんな仕事したいとか、うん、でこんな仕事も頑張りたいとか、うん、でちょっとテレビ出た時の失敗エピソードを基本みんなで喋るわけですわ、うん、そうやなで雨上がりさんとかにこう喋って会場を盛り上げるという、うんはい、そういうので汗がほんまに <laughs> いやでもスヤさんラブホテルめっちゃ行ってますよ後半しかもねもうねカジさんがもうもうプロデューサーのカジさんがはいオッケーってもうオッケーのもう丸の分かるもうランドルカンみたいなぐらいランドルトカンランドットかランドルトカンぐらいの感じも手あとちょっとつけるだけみたいな若になるところ若になるところのオッケーぐらいでもうなんかスヤさんラブを言ってますよと爆露しやがんねあいつ。 最後詰め込んだ。そうか音ボケビーバー言ってますおもろいよなそれで散々いろんな話アメトークで頑張ってトークやってノリみたいなやって結局トレンドに残ったんおとぼけビーバーだけ音ボケビーバー休憩せいやさんが御用達のラボホテルいややめろで音ボケビーバーのそれ情報あのホームページサーバーパンクしたらしいいやすごい影響力や休憩三千円で入れるからよく行ってるんですかさ安いですね安いですよ休憩三千円めちゃくちゃ安いうん 今回のあの、収録の、ま、何芸人とは言いませんが、最後一応暴露あって、タイトルだけ教えてもらっていいですか今回のタイトル。じゃタイトル言って、タイトルコールしましょうか。きますかえ、汗が暴露しようとしたのは僕の、ま、ナンバ時代のそういう、ちょっと女の子との話の、白いオバハンと黒いオバハン。どんな昔話やで、お前。絞り明星のオールナイト日本ゼロ。

や先週ちょっとディスったみたいな感じでツイッターで来たんですよメッセージお前なんだよみたいないやいいこれ好きあ好きお前スイートサンバもね終わりで流してくれたしはいビタースイートサンバのためにめっちゃ曲や5時まで頑張りましょう5時まで頑張りましょう一応補足なんですが「スター感謝祭」のスイやさん40位40位もすごいんじゃないですかいや40位も頑張ってますよ 39位ユースケ・サンタマリアさん40位霜降り明女性41位神木隆之介さんオールスターやなオールスターやなオールスターでございます神木隆之介さんとユースケ・サンタマリアさんに挟まれること人生でありますないよ挟まれたことあります皆さんリスナーの皆さんリスナーの方はないですよないですよ40位どっちかはあると思うよユースケ・サンタマリアさんは横におってはいはいでも 片方がこれはすごいな子、ね、役の時から見てましたからね神木,んん木さんのこと、えー、俺の声届いたかなあのもういっぱい芸能人がいて結構ね頑張れとか言うんですよ神木隆之介さんが前に出た時に僕「うん、妖怪大戦争から見てました」って言ってて <laughs> やっぱ妖怪大戦争のや,や,やっぱ妖怪大戦争のイメージないわえ 妖怪大戦争のイメージで神木さんもっと有名な作品ある妖怪大戦争で跳ねたからやっぱ七々さんとかもね美人でしたね勇気出してみんなで言ったよな言ってた俺ら4人「菜々緒さん!」とか言ってあっや童貞丸出しやったあれ童貞丸出しゃったマジで七々さんにしばかれてもおかしくないぐらい言ってたんやまばたきのやつねさあというわけでメールを募集しましょうかさあ今回のメールテーマは先発ですか えー、今回のメールテーマはですね「しはい日々台本探ニックスチャンネル」をご覧の皆様、はい、今日はあの動きでねちょっと見ていただいてせ、はいやさん台本探ししてます、えー、あこれもだから台本探しからのスペシャル特別必殺技、はい、何ですか出ましたはい 台本なくし。はい。了解です。じゃあ、はい。私の台本をどうぞ。森津さん。もらってたはい。や、もらってるよ。ごめんなさい。れ正月からたびたびあるな、台本なくし。ありがたいことに忙しくさせてもらってますので、え今回のメールテーマですね。はい。メールテーマ。下栗明星が押さえておくべきニュースを送ってください。はい。ということですね。はいはいはい。えまぁ、我々今ですね、はい。ワイドショーやニュースを見たくても、はい。 見る時間がないということで。はいはい、はいまあ。なかなかね、寝る時間ぐらいしかないということで。そうですね。それを、えー、皆さんにカバーしていただきたいということで、新聞とか、雑誌の、はい、えー、なんか、そういう日経的な、うん。なんか、写説とかが恋しいんですよね。嘘つけよ、お前。それ台本やろ、本んで。<laughs> お前の言葉で言わんかい。い何が。社説写とかも読んでへんやろ、日経の。 何がやねん。自分のこと、<っ>台本なんか読んでないやん。ほんまはい。このままだと世間に置いていかれる。いや、台本読んでる時のお前のトーンや <laughs> というわけで今週は、下売り明星が押さえておくべきニュース、これで送ってください。いはい。えー、生放送でお送りしてますので、うん、リアルタイムで起きたニュースも速報で送ってください。ということで。どういうことでやらへんか。はい。だから、ほんまに言ったら今も、そうですね。 起こり続けてるニュースとかちっちゃいニュースでもいいですしなんでもいいですよそう、はい、私たちが抑えておくべきニュースを送っていただくじちネタとかねそしてですねもう一つ、はい、アドゴには今何をしているのかというのを募集しようと思います <laughs> いや知ってる人おんの <laughs> 消息を ええー、ボビー・アドゴニーがデビューしたサンマさんのカラクリテレビで、はいはいはい。どんな名シーンがあったのかもニュースとして送ってほしい。<laughs> はいはいはい。さあ、そして、ボビー・アドゴニー、もう一人のニュース、これもお待ちしてます。確かにや、気になるな。いたはずなんですよ。もう一人誰やっけっていう。もう一人名前もない、うん。キャラクターがいたと思うんですよ、うん。あと、アドゴニーが今何をしてるのか、こちらを募集します。よろしくお願いします。宛先です。ss.allnightnip.com。ss.allnightnip.com。これですね。ソシナと せいやの頭文字で SS となっておりますから、ふるってご参加ください,、はい。よろしくお願いします。さあ、そして、この番組はスマートフォンアプリのミックスチャンネルでも、東京、中田区有楽町、日本放送第2スタジオのライブ映像とともに、同時生配信でお届けしています。いいね。さらに放送終了後には、ミックスチャンネル限定のアフタートークも生配信。はい。ミックスチャンネルのアプリをダウンロードして、オールナイト日本ポンゼロのアカウントをフォローするだけで、誰でも簡単に無料で見られます。いいこと言うね。番組ホームページにミックスチャンネルへのリンクが貼ってありますので、そこからでもダウンロードできます。もう 霜降り明星の「オールナイトニッポンゼロ <laughs> ぜひミックスチャンネルでもお楽しみくださいうるさいないいこと言うね相変わらず相変わらずってうるさいぞ相変わらず盛り上げてよその合図もう一とよいしょいけるそれ <laughs> お前はよいしょすんの <laughs> さあここで来週4月19日金曜日にお送りするスペシャルウィークのお知らせでございます出たスペシャルウィークねっ こうスペシャルウィークという言葉。はい、最近ラジオを聞き始めて耳馴染みがないという方もいるでしょう。はい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 。ちょっと説明をすせやさん。はい。えー、スペシャルウィークとはですね。はい。えー、なんかこういう遊楽町全体を なんかいつもの感じじゃない、はい、ちょっと盛り上げようという,うん、うん、なんかそういういいイベントですよねいい <laughs> ざっくりしてますねざっくりしてますけどほんまに知ってますスペシャルグルークのこと、まあ、普段のラジオとはちょっとちゃう感じでしょそのケータリングにお寿司出たりとかまあまあ、まあ、いや出えへんよ出ないですか <laughs> 出ないでしょケータリングお寿司あ出ない 顔してますね。はいはい。全員してますよ、しスタッフさん。いや、いやでも、い<何>い、うん、いいことでしょ、スペシャルウィーク。いいことでございます。うん、さあ、スペシャルウィークとはですね、各番組が豪華なゲストを呼んだり、趣向を凝らした企画をお送りするラジオ界に2ヶ月に一度訪れるお祭り騒ぎのことなんです。いいね。そんな大事な放送会で、我々番組ではこんな企画で勝負いたします。それでは聖夜さん、企画タイトルをお願いします。聖夜と粗品の、住所発表いや、するか するかお前。しない。住所発表。お前から言ってな。オープニングでマイナンバーも。いや、全部やん。俺らの全部言わんねん。それぐらい体張っていこう。張りすぎやろ、体。ほんまに言うてんねん。えマジで頼むわ。んに部。お前、お笑いの勘部いぞ。ショールナイトどこほんと盛り上げてきたやろ。そういう個人情報は言っていこう。なんで言うねん、お前。言わへん。マジで言ってんねん。 もうもうええねうおい、粗品。え電波ないもんやと思って聞いてくれ。なんでやねん。マジで言ってねん。なんでマジで言うねん。お前、感鈍いぞ。はっきり言うて。嘘嘘。嘘やないんだ。えー、せいやとしなの、蔵出しトークスペシャルどうぞ。シンプルですね。いや、マジでストロングじゃないですか。これストロングです。普通は、ゲストとか呼びまくるんすよね。 今来るそうですねスペシャルウィークってやっぱラジオ聞いてたら、うん、こんな人が来たみたいなね、はい、うだからほんまに泉谷茂さんとか、うん、そういうなんか分かんないですけど、えー、野口五郎さんとかいやいや渋いなそういう方が今をときめいてへんやもっと今をときめく人でか。いやいや今をときめいてへんやっぱそういうね大御所すぎてお前するわそういう方が来てくれる良さ出えへんやろ俺らのお前が好きなだけでええねんそのライン もうええわお前みちょぱでええなみちょぱ藤田ニコルでもみちょぱ藤田にこれも呼ばないのが僕らのスタイルストロングですね、はい、いいね<ー>さあ来週の放送では「蔵出しトークスペシャル」と題しまして、はい 例えば霜降り明星を結成して間もない頃の話とかコンビを結成する前の話あるいはコンビを組む前もっと前中学高校時代の話とかもっともっと前幼少期の話などなど大阪にいた頃の話とか10代の頃の話懐かしい話を中心におしゃべりしていこうと思います確かにねこういった昔話をきっかけに俺らのこととかせいや粗な霜降り明星を深く知っていただければということでね確かにラジオのいいとこですよねほんまに友達同士 で始ままってますからそコンビ組む前の話とかね、うん、ほんまやな学生時代の高校生の時に素人の漫才大会で、はいえー、一応出会ってますからか、まあ、その時から一応ネタ考える方とネタ考える方では組んだんですけどいきりマックスやな、はい 生きりマックス出てたぞ今生きりマックス生きりすぎやろお前生きりマックスはやめてくれ生きりのマックス出てた。生きのマックスお前生きリちはかれんねや俺パラメータ振ってないから、ね、あぶねーお前振りすぎやろお前あ,あそうかさあどんなパターンで送りますかこれはせいやさんどんなパターンはいえー、だから 一個はですね。はい、トークのきっかけになるような質問。はいはいはい。えー、小学校の頃、一番印象的だった出来事はとか。うん、もう、小学校の時とかの話でもいいです。うん、なるほど。えー、NSC 時代、一番最初に仲良くなった芸人は誰みたいなね。はいはい、はいまあ、NSC には僕ら通ってないんですけど、うん、そこら辺の話を。やっぱあんまね、テレビでね、言う機会ないんですよ、ゆっくり。確かに。やっぱ聞いてられないですよね、そんなゆっくり僕らの、うん。 昔話そ。そうやわそうや、ん、わとか、えー、その、あと一パターンで言えば、はい、えー、大阪時代から僕らを知ってくれる、くれてる人からの、うん、あの話、東京ではまだおろしてませんよね、という。なるほど。僕たちの引き出しをね。 開けてもらえるようなきっかけになるトーク。なるほどね。大阪の舞台とかでは聞いたことあるけど。そうそうそう。霜下り明治のことをよく知ってる方はこれぜひ送ってほしい。あ、そうですね。この話してくださいみたいなやつね。あ、いいですね。粗品さんのベランダの花咲いた。 母ちゃんがよう、よう、ようわからん。花咲いた。東京でおろしてませんね、それ。そういうのとかね。そういうことですね。ええ。花から方形までありますから、そうさんは。いやいや、幅広い。幅広いな、そう聞いて。確かに、それはじゃあ、この二つはあります。焼肉屋の話とかね。ほんまや、全然してへんわ。ええ、その、ネズミが作ってるんでしたっけあーいあーい あ、他になんのはい。あと、ついまてしかないよ。あいよ。ついまてんばりのああ、あい。ついまてんばりのああ、おいえ。ネズミが作ってた赤やろ、焼肉。屋レミーのおいしいレストランの原作というかとは。なってるか、お前。フランス人が顔面を受けてんの僕行った時ネズミがね、結構2、3匹。え、いや、塩丹の上乗ってたんですけど。ええ。赤に決まってるやろ、そんなもん。お前。あ。問題なるよ。燃えてるよ。いや、燃えてるやないか。この店今燃えてるよ。やがましいわ。 生まないね、まあそういう話とかねそう,そうですねその、えー、懐かしい話とかありますからいいですねさあこちらも宛先はですね s、えー、s o r d n i g h t n i p p o n c o m s、はい、s ー r オ n i g h t ニッポンドッ c o m メールの件名には 蔵出しトークと書いてください。はい、蔵出しトークです。はい、ま、まずはあの、今日の放送を集中して楽しんでほしいので、うん、こちらの方はですね、今夜の放送終了後にメール送っていただけるとありがたいです。はい、だからゆっくり考えてください。皆様、来週ですから。はいうん、来週4月15日金曜日にお送りする、聖夜と粗品の蔵出しトークスペシャル、お聞き逃しなく。はい、ではここで、来週のオールナイト日本ゼロ、各番組のお知らせを一気に聞いていただきましょう。どうぞ 俳優の伊藤健太郎です。来週月曜深夜3時からの「伊藤健太郎のオールナイトニッポンゼロは健太郎の持ち込みレコードをたくさんかけるぞの回。どのレコードをかけようかすごい迷ってるんですが僕の問題はそこじゃない。ちゃんとかけられるかどうか。ってことでみんな好きな飲み物お菓子を準備して集合 クリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロスペシャルウィークにこの人が来ます。早生江戸シーラン3時を相田中字。今最も江戸シーランに近い男相田さんをお招きし音楽談義に花を咲かせます。生歌も聴けるかもしれませんよ。放送は今度の火曜深夜3時から。江戸シー佐久間信行のオールナイトニッポンゼロにゴッドタンで一緒に仕事をしている劇団一人が登場。普通なら深夜3時のラジオに来るようなタではありません。見たか。 これがプロデューサー作間のブッキング力だ放送は今度の水曜日深夜3時から我、プロデューサーのコネを使いし者なりみんな、僕、怖くないよー時には、キングのイグサトルのオールナイト日本ゼロのスペシャルウィークは、AM ラジオに突如現れた謎のヒゲズ大男こと、僕イグサトルの人となりをなるだけ説明していきます。はじめまして、僕は人間です放送は今度の木曜深夜3時から、聞いてください 霜降り明星のオールナイトニッポンゼロスペシャルウィークは、ソシ品とセイヤの蔵出しエピソードトークスペシャルというわけで、我々の過去、大阪時代を振り返る120分。二人で昔話に花を咲かせます。あることもないことも、たくさんたくさんたくさん話しまーす。放送は4月19日金曜深夜3時から。ハマグリは飼いごと飲み込みます。キャーまあ、急にそんなこと言ったらキャーだよリスナーの耳キャーだよ 僕たちトム・ブラウン、オールナイト日本ゼロをやります。すごく楽しみですねートム・ブラウンのオールナイト日本ゼロは ?4 月20日深夜3時からなんだか僕、ウキウキしてきたずー。お見事。やかましいわ、太田さんやないかい。<laughs> <laughs> 太田さんのあの、爆笑さんで。お見事 <laughs> お言うけど、天気予報終わりに。<laughs> 一回真似してみたかった。<laughs> お見事やないかお見事意味わからん毎回言ってるから。な えー、あ、さっきあの、個人情報を言いましょうみたいな言ったから、こんなメール届いてますね。え、体張るみたいなとこやろ。えー、ラジオネーム、どすこいパンダさん。誰やねん。せいやさん。 最寄り駅だけ教えてください。三軒茶屋です。はい。早っ早っこの店舗で言ます珍しいあの、やっぱ体を張る。新居。えぇ体を張るっていうのはもう。体張るとかじゃてあの、古いんですよ。そして松田早すぎて。俺らぐらいの世代になってきたら、もう92年生まれでしょそうですよ。そういう平成生まれの芸人はもう情報売る。情報売る。体。体張る。情報売る。情報張る。 情報貼る何やそれ。情報をやっぱり、早すぎて、情報をらいにしていかんと。意味わからなかったけど。三軒茶屋です。はい、はい、はい。南に下ります。うわ、めっちゃ言うやん、詳細に。はい。あ、そうなんそうです。え、家賃とかも聞いていいんですか、家賃。家賃。はい、十七万です。うわおはい。いや、珍しい。間違えちゃう。そうです。いやいや、三軒茶屋です。嫌がれや。家賃言うか、たすが三軒茶屋です。何を言うてんねん、急に。 あたすがやないあたすが17万です。17万です。はい。だいぶええとこ住んでんなあたすが三軒茶屋です。3軒茶屋、南に下って、ええ。ええ、17万で。あ、そうです。もうやめてよ、それ。あのスーパーから。あれもう結構。二つ目の角出すええめっちゃ言うやん。ひくわ、いな。怖いな、やないの。そうですよ。何回嘘嘘。何回ですか あ、3回出す <laughs> 全部言うやん。いや、嘘です、嘘です。あ、嘘嘘に決まってるやん。マジで怖いから。かいや、これは、まあまあ。俺らレベルでね、別にないか。まあ、ないやないまないアイドルの顔を抑える事件みたいなのあったから。 どうする俺が顔押さえられたら。ええわ、別に。押さえられるよ、お前。顔押さえられたら。ファンの大男に、お前。首絞められろ、お前。めっちゃ怖いやん。怖ないわ、別に。めっちゃ怖いやん。どうする、クワマンみたいな。クワマンさんみたいな。いや、それ男に。それは怖いです。クワマンさんみたいなは。めっちゃ怖ない。怖い、怖い。クワマンさんみたいな人に、ぐわってされたら。どうでもいいわ、お前。どうする。どうするやな。大崎社長。角田宏さん。大崎社長。大崎社長、会見開かんから。お前がクワマンさんにこんなされても。 笑いにしてこい、みたいな。意義なこと言うて終わりやろ、なも。吉本やねんから。クワマンザ。クワマンザやないかい。俺の顔グーってやった後に、あの、トランペット吹くねんね。変態や。めっちゃ怖ないなんでお前は挟むねめっちゃ怖くない怖いだけ。トランペットで、トーン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 、トン、また来るねー。めっちゃ何の想像なんそれ例とえ肝すぎで入ってこうへんね、さっき。 リアル感なさすぎるわ。そうですか。そうですけらあれ。ええ。さあ、というわけで、こう、そうです。あ、メールも、その、そうか。体張っていくのもありながら。いや、さっき、あの、スペシャルウィークの告知で俺らの好きな芸人、トム・ブラウンさん。大好き、トム・ブラウンさん。おもろかったなおもろかった。何やったっけハマグリか。ハマグリは、介護と飲み込みます。これ好きでやってんねんな好きやね。 いやでもね、トム・ブラウンさんの、やっぱネタ M1 で結構活躍されましたけど。俺ら見たもん中な。ええ、ま、あの、いろいろね、モノマネしてる人いると思うんですよ。ちょっとしてあの、文化祭とか、あの、忘年会でも流行ると思うんですけど。流行ると思いますやっぱね、合体っていうとこじゃないんですよ、トム・ブラウンさんは。いや、そこでしょいや、そこじゃないです。あ、ま、他にもあるか一番おもろいとこは、はいはい。絶対にどこやねん、お前。ちょい騒がしいやろ。ここです、トム・ブラウンさんは。 いや、言う、言うこと聞かんときやろ導入の。あの、この、中島 X を作りたい。作りたいんですよー絶対にーどこまでしてんねん、お前。作りたいんですよの後の絶対にーが一番おもろい。どこ流行んねん、それ。合体とか。合体やろ。そこじゃない。絶対にーつーばめよーとか。ダメーとか。違う違うトム・ブラウンさんは、絶対にーやろ。これええわ。あと2パターンあるかなえ でも、難しいことをしてると思うけど、でも俺は作るぞー絶対にもあるから。<laughs> <laughs> ちょ、詳しすぎんだお前。うん、そう言うてたよ、トム・ブラウンさんが。ええー、詳しすぎますよ。<と><俺>歌ネタ王で優勝した。<laughs> メンバー。メンバーさん。知ってます大阪のショーレス、歌ネタを。俺の顔見ろって知らないですかあ、知らん俺の顔見ろって。流行ったんですけど。まあこれ流行ったんです。俺の顔見ろじゃないです。忘年会で真似するとこ。一番真似するとこは、えっと、音響さん音が止まらないんですけど大丈夫でしょうかえ、お前。どこ真似してんねん、それ。俺らしか笑ってない。どううの、お前。ごめん。どうもーって出ていった時やな。ああ。ちょっと、音響さん大丈夫でしょうかああ、どこ真似してんねん 俺らで言うと、あの、小学校の漫才。あ、小学校の漫才、M1 の2本目や。あれは粗品の、うん。給食とか食うねんやからな。そこが一番。そこがやねん、お前。七代目表金者や。違う違う。え給食とか食うんですよ。あるけど、その、ツッコあそこが一番モノマネポイント。ツッコミの流れの合図地んとこ。モノマネポイントちゃうねん、そこ。トム・ブラウンさん嬉しかったな、今。嬉しかった。聞けて。ああ、面白いな。大好きですからね、僕ら。はいはいはい。 いや、あれですよ。だ、なんですかあの、やっぱりこう、いろんな仕事をやってくる。いやー、ほんま多いですよ。その話はやっぱり、オールネットニッポンでしたい。しようしよう。だからほんまガス抜きというか。そうよな。みな、みんなに聞いてもらわな、この忙しさ、せっかく。こんなんやったわ、っていう。はいはいはい。私、あれ行きましたよ。何一本グランプリ。あそれ言えんねや、もう。これも、でも告知出てました。あ、そっか。収録行ってまいりました、一本グランプリ。すごい、一本グランプリ。いやー、面白かったわ。みんな、すごいわ、大喜利。面白かった。 興奮しましたよ。いやー、だってあの、はい。一本やろ。そう、あれ。うわー、あれ生で。あれを。一本。ま、僕がそのね、何本取れたか、一本も取れてん可能性あるから。あのほらお楽しみにということなんですよ。なるほど。おもろかったわ、一本グランプリ。いいねー。ボタンこんなんなってんねやっていうな。はいはいはい。マジで。どんなんなってんのあのね、えー、めっちゃ薄かったボタン、まず。ああ。早押し、みんながわーって押してるやつ。 確かに、その重厚なボタンのイメージあるわ。そうでしょ。でもこれだけは当てていいあ,あ、ちょ、当てて。ボタンの、その、なんていうの、カバーというか、そう、プラスチックの部分、うん、はいはいはい。黄色ちゃうあ,あ違います。ええー黄色のボタンっぽいのに。<laughs> えー、白ですね。え<色>えー白で、それは意外。回答を言ってへんかな回答権が自分に移ったら、はい。ピンクに光ります。点灯するんですよね、自分のボタンが。えー、黄色は赤やと思ってた。 <laughs> めっちゃ楽しんでるやん。みんなそうちゃうイメージ。私ね。まあ、確かに一本のセットのあの色のボタン違うか <laughs> いや、めっちゃ、めっちゃファンやん。白と黄色の二択で白行く人おるかな白です、白。白からの、うん、えー、ピンクでしたなるほど。で、めっちゃ薄い、あのね、うん、あれ、ゲームセンターに置いてある。あ お菓子がこう、ぐるぐるーってなんか、回って、クレーンで、あるな、ボタン1、ボタン2押すみたいな。取れたことないわ、あれで。あのボタンぐらい薄かった。薄ーめっちゃ薄いやろ。あれ薄いやろ。めっちゃ薄いやん。あれ方言何薄<ー>あれ薄いでしょあれだってゲームセンターで、あの、横切るとか、 時とこにペンペンと押すぐらいのボタンですよ。押すけどあれ、ペンペンって。なんとかスイーツ、なんとかスイーツって鳴らして押すぐらいの。あれぐらい薄かった、はっきり言って。はあ、なるほど。そう、あんぐらい薄いし、はい。写真で一言ルーレット。あるね。そう、あれもあるんですよ。テレレレレレレレンテンテンってなって、写真で一言。あれもまた違うボタン。2個あったよボタン。え、どういう意味早押しの、フリップ問題の早押しのボタンと、写真で一言止めるボタンは別でした。 え一緒や思てましたね。楽しんでるやん。一本普通一個やと思ってるよ、みんな。いや、見上げ話の。二個あるの。二個あるよ。買いあるわ、見上げ話の。ほんな写真で一言の時に、大喜利のボタンを押しても、止まらん。止まりません。怖めっちゃ怖いやん。怖いかいや、怖い。い焦るやろ、だって。いや、焦るな。えー そう。で、その、そうやな、とか、ボタンがあったりとか。ええ。それ、ボタン、やっぱこう、早押し難しいまあ、難しかったな。ええ、やっぱボタンだけにさ、その、収録時間、押したんちゃいますか一本。やかましいわ。ゼロ本よ。ゼロ一本商店風ほんで。商店風大喜利してる。押さんかった押さんよ。いや、座布団やから。一本じゃないよ。そうなんよ。で、押すがちょっと、あんまかかってへんし。ほんま。 うまいこと言うなともっとちゃんとしてよ。<ー>そう。だからそれもあったし。写真で一言はね、目押ししたかったんですよね、僕は。あー、スロットとか好きやから。まあ、ちっスロ好きやから。それは無理なんや、やっぱ。目押しでけへんかった、やっぱ。ーバー狙ってんけど。なるほど。ケータリングにエビとか出へんかったケータリングにエビどういうこと、うん、ボタンあるからさ、ボタンエビ、一本。ちょっと待ってください、ね、先生。どう <laughs> しよ二度目。<laughs> ゲット。商店風だから。<laughs> ボタンへ。ゲッチュゲッチュ。ゲッチュゲッチュ。見たことあるその、円楽師匠が。座布団もらって。ゲッチュゲッチュ。何やねん、そのモーション。すごいなぁ。すごい。一本はすごかったよ。いいねでも、やっぱり、あれですよ。いろんな点数、だから4点とか、5点とか、時もやっぱ恥ずかしかったわ。顔が自分残ってるっていう。ああ、それ言っちゃう。じゃあ一本ならんやつもあった。 まあ正直ありました。これはいいます。これお楽しみにということで。はい。あと、え、9点もありました。これも言っちゃおう。9点もあった。1本7点。名だけあの、名をちゃんと入れました。休憩受けみたいな感受けみたいに。ちゃんと名も入れましたし。いいね。よかったよ。でもやっぱりね、あの、もうね、そう、この話はやっぱりしたかったんですよ。1本グランプリの。何やっぱり1本グランプリで、やっぱ憧れの番組。で、収録も2時間ぐらい、3時間ぐらいやって。でもセットが黄色じゃないですか。うん。 めちゃくちゃおしっこ行きたくなって。え <laughs> 気持ち悪いえ、にいも黄色やから全面。ほうほうもうおしっこおしっこになってもうて。うでも収録中は行かれへんやんか。<う>収録終わるまで我慢して我慢して、収録終わって、やっとおしっこ行けて。うん、で、した時のおしっこがめっちゃ黄色くて、<う>僕そのおしっこを2回流したんですよ。落ちてろか <laughs> <laughs> 舐めんな、リスナーと俺と有楽町。遊楽町舐めんな有楽町入んな、そんな話持って。おしっこ濃すぎた俺に。フリートークいやいや、二回流お前が今日喋るから、おーって楽しく聞いて。この話かい待ってたん。俺、おしっこ二回流したから。何ポケットに入れてきとんの、ね、有楽町に。いやいや俺に話させえ、<laughs> そんな話った。こ濃,濃すぎてよ。ちゃちゃちゃ一回やったら便器がしょんた。んの話ええわ。 一本グラブの土産までししょうもないやいや、土産ちっちゃしょうもなないよ。なんやねん、その土産。しょんべん濃すぎて2階流してるから。今は、今はやらへんから。ほんまにいろんな仕事してて。してるよ。だから、オールナイト日本終わって、この前すぐ飛び出しで、近畿大学の入学式。もう6時の新幹線乗ったもんな。そうよ。終わって。もうほんま寝てないっすよ。めちゃくちゃやで。近畿大学の入学式行って。行かしてもらいましたね。ええ。ほんまに、あの、僕が母校でね、 そうそうそう。すごいんすよ、近代のギャあの、聞いてくれてる人もおるかなえ、新入生で。もうね、すごかったね。あのすごかった。何を隠そうツンクさんがプロデュースしてるんですよ。そうプロデュースですよ。ツンクさんが演出してる。だから僕らがただただ出て、はいはい。本でなんか下に明星ですみたいなんじゃないですよ。そうそうそう。まずは、あの、V が流れるんですね、スクリーンに。はい。で、それで僕らが、 まず、アップになってて、はいはい、えー、下栗明星です。はいはい、残念ながら、うんえー、今回近畿大学行けなかったです。本当いるのに。そう,そうそう。つんくさんのアイデア演出ね。そう。えー、残念ながら、えー、すいません、そちらには。実は来てまーすって言って、カメラ引いたら近代ガールズっていう、あの、すごいね、なんか、 チアガールみたいな形が、やーみたいな。で、会場、ブーォもう盛り上がり。盛り上がるんすよ。すごいねんな。その後行くんで待っててくださいみたいな。うおーみたいな。うん。んで、すげえな、近代の入学式と思ってて。で、で、なんか台本みたいなのもあるんすよ、カンペで。はいはいはい。で、最初絶対このセリフ言ってください。はい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 。で、それが僕は、な、え、近畿大学、え、卒業2010、え、 三年度かな三、うん、え、四年度卒業の、文芸学部卒業の下売明星聖夜ですみたいな、絶対学部と、そうそうそう。卒業絶対言わせるんですけど、その下に、うん、マストではもう赤い赤いマストの字で、粗、はい、品。はい、えー、どうも、その相方の、近畿大学一度も卒業していない粗品ですっていう。うん 言わんでいいセリフ。あれいるほんまに。つんく師匠。つんく師匠。つんく師匠。ちょっと待ってください。マジで。あれいいますそれがね、3回ぐらいあったんですよ。そう。えー、改めまして、近畿大学を卒業してる聖夜ですもう僕は簡単なって言ってるんですよ。はい、でももう、粗品だけ。えー、改めまして、えー、その相方の、はい、近畿大学を一度も卒業していない粗品です。言わんでええやん、それ。 言うてね。一回こいつが飛ばそうとしたんですよ。もういらんやろっていう感じで。えーねーみたいなの行こうとしたらな、あのカンペが。バンバンバンマスターであったあった。バンバンバンあったあった。飲んでないよみたいな。あれ言わな、まあ言わ、ややこしいからか。なんだやろな。近代 OB しか出たらあかんぐらいのなんかあるんかもな。ああ。それやから俺が出てんのがおかしいから。 ってことだよな。<laughs> めっちゃおもろかった。盛り下がるってあんのよな。<laughs> 近代卒業生ではない祖品です。いや <laughs> おもろかったな。ロケにしては変やしな。あれおもろかった。あったわ近代。うん。なんか俺はな、結構、ああ文芸学部なんですかみたいな結構はいはいはい。こいつだけ <laughs> 楽屋返されて僕だけなんか。結構、打ち合わせ長いみたいな。俺だけさっき返されたりして。肩身狭いみたいな。ほんまや。うん。だから、そう、俺を、つんくさん怒らしたんかなと思ったから、最初。なんか俺、俺トイレ行ってる間になんか探してたやろ、俺のこと。打ち合わせ早したいから、つんくさんが。つんく師匠が、あの。なんやねん、つんく師匠って。つんく師匠。いや、それ後藤希さんとかが言う。つんく師匠。いやいや。なんでそんな。エンターテイナーとして尊敬してる。なんでそんが、つんく師匠って言うねん。 打ち合わせ始めたいのになんか待ってたんやろ俺のこと。そうやで。何やねん、あれ。ツンクっしょーの、つきさんみたいな人が結構怒ってた。なん、ど、どこにいんの下売り明治打ち合わせはみンい違う違う。さんももう、早くしたいみたいなこと言ってた。50分から始まるって言ってて、50分までは帰ったよ、俺。ええ、ほんとすごいあ、タゃタしてくっしょー怒ってない。怒ってないっていうのは、怒ってない。怒ってはらないです。でも、取り巻きが、 あ、どどど、どうなってますみたいなそして粗品さんお前のうんこ待ちはちょっとあったなあマジツんこしてたわちょっとええっこれでツンこメスツんこメスしてましたツんこメス何それ怒られる霜降り明星の「オールナイトニッポンゼロ」 せいやさん始まってますせいやさんせいやですせいやです危ねえ危ねえ遅れてたよ危ねえ危ねえ完全にちょっとほんまに一本ぐそでもうええわ一本ぐそうまかったねいや出たねうまい出た出た 0. 何コンまで出たなおお素晴らしいそういうのもいいですね出てないね出た出た出し切ったな出てない汚いねまた汚い時間あるからオールナイ水に流すかじゃおうまい うまい。ありがとう。次のメッセージ、いっといれ。うわぁいっといれシンプルとうとう、ここまで来たか、俺らも。おー。なあほんまに。いやー,ー。ふんふんふん。ふん。え、草って書いて、ふん。<laughs> ふんふんふん,ふん。もう終わりでいいですかじゃあ。ふんだ。ふーんが出たら終わりでいいですかくそー。えー、しぼり名星のオルナイトに。くそー。<laughs> しもぐり。しもぐり。おいしょ、うもないぞ。弁とかふんとかくんとか。ええわ。しもり明星のオールナイト日本ゼロ。香川県の西日本放送。愛媛県の南海放送。この2曲で聴いてくれていたあなたとはここでお別れです。1時間のお付き合いありがとうございました。また絶対聴いてくれよないらない。いらないですよ、せいやさん。定番にならんから。あ、そうですか。はい。あらはい。ここで、 アドゴニーさんの、現在何してるかという情報届いております、うん。これ消息が不明やから。いや、これほんとちゃいますかはい。えー、ラジオネームマトパパさん。マト <laughs> パパさん。実はアドゴニーは、からくりテレビ終了後、うん、その経験を活かして、うん、現在放送作家をやっていて。 へえ。今度のトム・ブラウンのオールナイト・ニッポンにも作家として入るそうです。嘘つけすごいな。めちゃくちゃな3人やないかい。どうなんだよ、それ。あ、もうトム・ブラウンもアフリカ人みたいな。アドゴニーとトム・ブラウンってボビー・オロゴン、アドゴニー・ロロ、トム・ブラウン。んやねん、それ。レゲエの創始者みたいな。三人。伝説の。嘘でしょ、それ多分、放送作家いや、でもありそうじゃないないよ、あんなやつ。ええラジオネーム、自分初段さん。 何それアドゴニーさんは、うん、今素人の女子大学生に急にデカチンを見せる専門の AV ブイヤになってます。<laughs> あるけど、あ,けどあのアフリカ人とかの、<laughs> 急にデカチン見せる、あの巨、巨大砲50センチみたいなやつやろ。あるけど。それ、アドゴニーさん。あ,あれ、あの、あの、いやいやサングラスしてバンダナ待ってるやつや。<laughs> あるけど、それ。あ <laughs> の、200人に1人ぐらいが、<laughs> しかし、アドゴニーさんじゃないですかないね。そうだし。あれ、なんでバンダ名前言ってんのあの、黒人のエブィンだよ。るかそんなもあるやんな何本もあるやん。サングラスして。黒人のエブィあれ、なんでバンダ名前言ってんのいかついからちゃうか。ええ、アドゴニーまだありますよ。ええね。あと嘘やろそれ多分。ええ。トムキャッチャーさん。あ、トムチャッチャーさんですね。チャッチャーえ、先生役だった、うん。セイさんですが。はいはいはい。YouTube に自身のチャンネルを持っています。あ、ありそう。 しかし、2年前ぐらいから投稿がされていません。あら。サムネイルを見た感じ、あまり面白そうではなかったです。じゃ、神勇いらんねん。神、えー、ュちゃうねん。神ュいらんねん。アドやねん、今。アド。じゃ、神勇。神の情報いらんやインカ神ュいらんねん。面白くなさそうです。とん,とんでもないこと言うインカケさん。YouTuber ーーなってたんやな。はいやこれほんまなんや。ほんまちゃいますか面白くなさそう。なんちゅうこと言うんや。 ニコルンとかはな、成功してるけど。YouTube なってね。あ、これもアドゴニーですね。アドゴニーえー、ミミニムシーさん。ミミニムシー。教えて、ほんとに。アドゴニーですが、昨日昨日の話です。えー、タイムリー。池袋のパルコの前で。はい。スケボーサイズのさつま揚げ食いながら歩いてました。でかでかでか声をかけたら。声かけたんや。ちげえし。とだけ言われました。 荒れているようです。見られたくないんや。はい。スケボーサイズのさつまー食ってるとこはやっぱ恥ずかしいんやな。<laughs> めちゃくちゃでかいよな。え普通に考えてめちゃくちゃでかいよ。えその、<laughs> えー、その、UFO キャッチャーがなんか撮ったから。業務用ってこと業務用のさつまーってことですよね。ちげえしやって。おいや違うんちゃうかこんなギャルみたいな。 言わんよな。アドゴニー言うかな。いや、意外と謙虚やと思うけどもしこれがアドゴニーやとしたらちょっとショックですね。ショックです、ショック。ああまだ男優の方がええわ。さつま揚げ。<laughs> いや,やわ。そんなでかいの食ってるイメージなかったもん、うん、男優嫌やわ、アドゴニーの。いや、いやでもありえますからね。アドゴニー情報を引き続き募集しますか。そうですね。そして3人目の名前もね。あ、ほんまや。ボビーオーロゴンとアドゴニーと,と誰やったのかも気になりますそのやつお願いしますよ。はい。 さあ、はい、というわけで、香川と愛媛のあなたとは、こんな曲を聴きながらお別れです。はい、ザ・イエロー・モンキーで、テントウムシ。ね、ええー、時刻は4時になりました。<laughs> 先週からスタートした、下振り場と、オールナイト日本ゼロ。毎週金曜日の深夜3時から5時は、我々下振り場女が担当しています。はい。はい。えメールが届いていますね。ありがとうございます、皆さん。個人情報ちょっと、あれだ情報貼れということで、体じゃなくて。いや、体張ってくれた方がマシよ。えせ聖夜さんが住んでるマンションの色当てていいですか茶色でしょう。いや、あの外装は白で、ピンクが階段です。わおー言うですねー。言うですねー。あんた言うですねー。はい。 いや、もう特定よ、そんな。三階でしょ、えー、三茶から南に下って、スーパーの2個角、右曲がってでしょ聖夜さんちから三軒茶屋の、あ、お前って呼んでいいよ、さん。あ、すいません。さっきのはおバカ三太郎さんでした。えー、えわ、ー、そんなやつの名前。えー 言ったらなんおばかさん。言うのが嬉しいから、やっぱり、ナーさんは。え、お前って呼んでいいよ、さん。せいやさんちから三軒茶屋のシンボル、キャロットタワー見えますか見えますよ。見えますよ、やないねん。見えますよ、やないねん、お前。見えますよ、やないえ、ラジオネーム、ポテチ食べたい、あとモテたいさん。せいやさん、オールスター感謝祭で、七尾さんが瞬きを我慢してる時間に、しこりましたかしこりましたよ。やめ、お前。しこったんかい。 あのクイズ台の下で <laughs> 結構時間ありましたからね。 いや、ええな。しこりましたよ。ジェラードンさんみたいになっとんかな。な。ふん。ジェラードンさん。ふん。ふん。地下アイドルの握手会来てるお客さしこりましたな。ふん。やらへふん。あえてここはやらへんから。ランボルギーニー。やかまちよ。ふん。ふん。あったけど。しこりましたよ。いや、言いそうやけど。ジェラードンさんのネタのあいつやったら。ここはあえて敬語で言かさせてもらいますよ。しこるんだからね。しこるとか言わんねん、いちいち。しこる助長ですからね。いや、ジェラードンさん、キングオンコントでやってるから。あ、そうか。やらんねん、予選で。しこるとか。ええええ。しこりのくだりないですから いませんさあ、というわけで、ここで先週お知らせしたコーナーをやっていきましょう。<laughs> はい。コーナーやっと始まりますよ。来たね。まずはこちら霜降り公有録さあ、というわけで、霜降り明星と芸能人、有名人がこう、何かしら絡んでる様子を想像して送ってくださいと。えー、そんな自由度が高めのコーナーでございます。もうね。はい。誰かと、 誰か、もう、霜降りが絡んでなくても、最悪、いいね、ほぼいいみたいなコーナーです。言うても、こういう録ですから。はいはいはい。じゃあ、お願いします。え、4月13日、あ、ごめんなさい。えー、竜宮の使いさんですね。竜宮の使いさんえー、4月13日、ダイアン津田、霜降り名星を連れて、飲みに行く前に、ATM でお金をおろす。<laughs> ありそうボッケッ <laughs> 暗証番号分からへんようなった何でそうしな <laughs> 俺の暗証番号分かる <laughs> 津田さん <laughs> いや誕生日ちゃうで、ね、ボッケ分かりませんでええー、ねん適当に答えがってボッケー <laughs> あ,あそそしな<も>俺お金おろされへんな、えー、ん今財布に2000しか入ってないで、ね、<laughs> な二0 0 0冊だけあるかボッケー お前お前せえよお前何悪くねボケコンソールとかおいいですねありそう記念すべき一発目ただただ津田さんダイアン津田さんえその結構ね推しの津田さんはみんなモノマネしてるんです漫才中のね大阪の t h i s i s o k したさんとかもはいあの津田さんやってたんですけど僕は引きの津田さんというかあっおい西沢こっちねあるけどプライベートのさ いいですね。モノマネが変えるね。はい、続きまして。しえー、受験記念さん。うん。4月6日、オールスター感謝祭終わりで、<う>福山雅治に挨拶に行く粗品。おー、福山さん。粗品くん。おいいねお疲れ。いいねすっごく足綺麗なんだね。あ、足ありましたね。女の子の足だと思って騙されちゃったよ。あ、嬉しい。舐めたかったもん。 あと、ものすごい方形なんだってや、ったけど。僕もなんだよ。えー、大丈夫。方形に関しては、オフィシャルにしてるから。そう。一回見てみるそうなの。ねじゃあさ、店合いっこしようよ。えー、せーの。うーいやー。これは想像以上。これは近年稀に見る、完全方形。<laughs> <laughs> 何がえエロい福山さんやな何,や何,何今の。イメージないわ。 イメージなさすぎて、なんやねん、これ。せーのーとか。うーえーやっぱすうーえー桜坂とか。あ、そういうことか。うーえーうーこれは、やかましいこれは、やかましいまれ稀に見る、完全方形ですね。歌うか、そんなもん。福山さん。福山さんもいけんねん、モノマネ。いや、まぁ、モノマネっていうか雰囲気です。雰囲気。え、全部雰囲気です。これ面白いですね、こういう録のコーナー。そうなんですよね。いいじゃないですか。えラジオネーム、でたらめジンさん。おう、聞いたことある。 4月1日テレビ局の廊下で、粗品、はい、と遭遇して異常にテンションが上がる、長嶋一茂さん。<laughs> なんでやねん。なんでやねん。<laughs> あー <laughs> 知ってる。長嶋一茂さん。君のこと知ってるよ。<laughs> そんなモ物真似するやつおんのかなんかで。一 <laughs> 茂さんの。優勝してた人でしょ和をやんねん。なんか言うよね。一 <laughs> 茂やらんねん。て、こうして、 言うよね。あ、ツッコミね。君のこと、知ってるよ。特殊なツッコミしてたよね。そんな言いそうやな。なんだっけなんだっけ言いそう言いそう。なんだっけあれなんだっけ君のこと知ってるよ。わかったで。って、こうして。そうですよ。言うよね。そう、そうです、そうです。あ、あれだ。はい、はい、はい。七代目なんとかだ。 七代目、まあ。あれ好き。やってましたけど。すげえ好きなの。ああ、ありがとうございます。君のこと知ってるよ。ああ、はい。笑っちゃったもん。君のことね、知ってるよ。しつこいな、マジで。七代目なんとか、言うよね。え同じ単語なんだっけ四つぐらいの単語で回してる。よあれな、なんだっけはい、や、もう、変わり前、順番だけで。なんだっけいや、俺さ。え、長っか。君のこと。長っすげえ。 知ってるよ。ああ、終わった。ああ、終わった。怖いや、でも、いいとこついてるわ。いいとこついてる。ありそう、いや、皆さん、こういうね、僕のレパートリーない雰囲気でも、あの、いいですよ。かずし。似てなくてもいいんですから。雰囲気分かるでも、似てる、雰囲気。似てる、似てる。この、ああ、あの、真顔の感じね。あの、指さして。ああ、余裕ある、あの、芸能人の感じ。ああ、知ってる。 君知ってるよね。知ってね。知ってるてるしつこすぎへんか。続きまして。半分でええわ、今の。ラジオネーム、グーパン。グーパン。芸能人が多数出演する特番で、頑張れるやのヨシコと共演する下売り明星。いいね、ヨシコ。せいやさんだ。金玉握っちゃお。出た。キュ合格。出た。相川翔さんだ。え金玉握っちゃお。ええ。キュ相川さん。保留。保留。えいたさんだ。えいたさん。金玉握っちゃお。 ろくでなしライアン・ゴズリングだ金玉握っちゃおうキュッヘッポコちょっと待って役所・コウさんだ金玉握っちゃおうキュッリーズナブルソシナさんだ金玉握っちゃおうキュッ下手者ライアン・ゴズリングだもう一回金玉握っちゃおうキュッキュッヘっぽこ。ヘっぽこ。ヘっぽこやったいや、わった。ありました。 ねこれいいですねちょっと待ってください誰ですかライアン・ゴズリングライアン・ゴズリングはえ何の人ですかこれはホンにおる人アメリカの何ハリウッド俳優さんいやトム・クルーズとかでいいやんでライアン・ゴズリングですよね今といえばヘッポコヘッポコということでいいですねよしこの金玉芸ゆりメガネさん4月10日夜中牛丼屋に入ったそ知らん ふと気がつくと、遠くの席に、ずんのやすさんがいた。やすさんいいよさんじゃなくてあれあれあしな君えチャンピオンが来たんやわざわざ挨拶ありがとういいそういいそう食べて食べてめっちゃ言いそうごめんねわざわざ粗しな君お酒粗しな君の分もお会計したかったんだけど、ここ食券だもんな たけしさんでも、食券だったらどうしようもないよね。なあ、そうだよな。じゃあ、お先。ははははははは。おもろすぎる。やす、ね、さん。おもろ <laughs> めちゃくちゃ言い,いそうやわ。あ、やすさんはそう言い残すと、自動ドアのボタンに少し手こずった後帰っていきましたって、ね。いやー、細かいな。めっちゃゆり眼鏡いいよ。ってるやん。いいね。これ今んとこ1位ちゃう ずんのやすさ。なんか情景浮かぶねんな。遠くの方。近くじゃなくて遠くにはね、細かいディテールの設定。俺も悩んでんねん、挨拶するか、気づいても。で、あっちが、こう、一回チラってみて、一回二人で、あ、どうしようか喋るかみたいなんで。で、やすさんも食べ終わったから、あれソシナくんああ。えぇ、チャンピオンがゲードンやん。 いいそういいそうめちゃくちゃシュある小気味のいいな安さんおもろや安さんおもろいなおもろさんもできるんですかちなみになんですけどいいさんズンさんの感じええまあイメージやけどちょっぴりペコリ考え中ノート中いただきますあいいねまあまあ雰囲気ねズンさんは2人ともいけるレパートになりましたいいですねいいねいいねズンさんほんまにええやんえええとええーとえ水槽景色さん 水槽景色さん四千頭身五た石橋と僕らの時代に出る粗、うん、品四千頭身今から10年後ですね今から10年後2029年4月11日四千頭身五藤石橋と僕らの時代に出る粗品はあ、その3人五、えー、はあ,あのこのメンバーの僕らの時代めちゃくちゃ最強でしょ10年後 だって、下振りさんも、僕らも、N1 優勝してますもん。4000も優勝したんや。この石橋がですよ、現在、R18 連覇中ですか、えー、しかも、正当派の漫談で、前半から後半までずっと畳みかけっぱなしっていう、今や続きよりボケますから、芸風ガラッと変えましたよ。 でしょバシ君。バシ君何も言わない。何も言わないんだね。<laughs> 10年前に戻っちゃった。戻ったそれボケなのねえ、トーク番組だから、なんか喋りなよ。ねえ、粗品さん。何も言わない。何も言わないんだよね。<laughs> 今日は二人そういう日で決めてんだ。喋ってくださいよ、何か。<laughs> このままだと、僕だけの時代になっちゃうから。ただの自慢になっちゃうから。そう、そう。それにしても、お互いこの10年、いろいろとありましたよ。そうやな。ねえ、バシ君。バシ君うん。喋った。なんで喋っちゃうのなんでそこで喋っちゃうのお前。喋らないノリだったのに。なんで、そのノリ守れん。だからお前はダメなんだよ。ねえ、ソシナさん。 何にも言わないんでね。はおいいねありそう、ありそう。ありそうですね。ご、でも10年後もその感じ大丈夫、ごと。ちょっと引きがすぎるな。声出した方がええよな。好き芸がすごい。そろそろ。いいですね。まだいけますかいいね、いいね。まだあるということで。面白い、えラジオネーム、す、あ、これも水槽景色さん。おえぇ、4月13日、梅沢富美男が、 メイン m. C. の料理番組で。アシスタントをするせいや。<laughs> えー、さあ。始まりました。梅沢富美男の梅料理のお時間です。<laughs> いいね。アシスタントはこいつ。霜降、うん、り病床のせいや。うん、なんでみちょぱじゃないんだよ。<laughs> スタッフ。<laughs> 俺何回も言ったよな。いいね。アシスタントはみちょぱにしろって。うん、今日作るのは。新じゃがと鮭のクレームに。 クリームに。何材料の紹介俺がやんのバカ言うんじゃねえよ。テロップがあるだろうよ。それにな、俺がいちいち説明しなくたって、新じゃがと鮭って言ってんじゃねえかなんだ、せいや。調味料の説明うるせえな。言えばいいだろ。塩、胡椒、牛乳、バター、小麦粉。これを全部混ぜりゃいいんだよ。え、何 全部混ぜたものを用意してるちょっとおかしいだろ俺の味じゃなくなるだろせいやてめえふざけんじゃねえいいそう。これに新じゃがと鮭を入れたら完成おい俺、何もしてねえじゃねえかもういいよ。食うぞてよ。うまいじゃないの。うまいじゃないの。でも俺はこれを家では作らねえよ。そもそもなんだクリームにって。ここは日本だろ 俺はクリームになんて絶対認めないですよ。言いそうやな。はい。ああ、ガチの。リアルな感じ。うわ、その芸風あります。わかるわ、梅沢さん。今日は以上です。なるほど。梅沢さんのあるなその草す感じ出して。うまいじゃない。あるあるあるこういうリアルなんもいいですしね。いいね。まあ今日の MVP はズンの安さんかな。安さんおもろかったな。あれ、佐品木君。いや。 チャンンピオンがんやんさいい,いいですねこれでもほんまにいいですねズンさん、まあ、これからもですね、はい、このコーナー続きますんでその僕のレパートリーにないものもどんどんあの送ってくださいやっぱねダイアンの津田さんと、うん、え四千頭身がもうダントツで多すぎたということでほとんどかぶってましたんでああなるほどねはいあの他の全然キャラクターとか違う人も新しい角度のストーリーでもいいです霜降はい、はい、りがまあギリ出てなくても 確かにね。前週だってそれで言ったらドラえもんとかアントニオ猪木とかも急に降ってできてたりしょあ、そうですね。何でもいけますから。何でもいけますか何でもいけますよ。えそうやな。え瞬発力とモノマネ力ね。なんかアニメのキャラクターとかえいかもしれない。はい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 。ルパン三世は、ルパン三世。おーい、困るぜー。いいねいいねその時間帯は、 車止めないでくれよ。はははどのシーンやねん。路中してるやつ注意してる。困るぜ。困るぜやないか。みんなで守ろうぜ。その、そんな街に密着した。原点だぜ。交番みたいなこと言うやん。そう、捕まえる方になってる。何でもいけますからね。すごいな。ええ。何でもいけますかいけますね。俳優さんとかでもええんかななんやろな。4時超えてても全然いけますね。いけますかあれは、菅田正樹さん。 三年 A 組とかでもやっぱり話題になってますから、菅田正樹さ,さんはなんでだよ。あ,あ、そう、シリアスな感じね。なんで何回も言ってんのに。うん、玄関に、これ置いてんだよ。<laughs> <laughs> そんな、どう、だ、え何です何回も言ってんの。クームメイトお前こと言ってない。 玄関にこれ毎回置くんだよ。よそんなブチギレるほど嫌な。何をつ、何に使うんだよ、これ。何置いてん玄関に何でこれし、何の習慣なんだよ。まあ、主張があるか、家にやっぱり。くそ。何のシーンやね、それ。なんて玄関にこれ置くんだよ。3年 A 組になかってろ。家帰ってんのちゃう,うか、ね、菅田将暉さん。ええー、まあいろいろありますから。<laughs> いろいろ、じゃあ宛先はこれ、ss.allnight.com <laughs>。ss.allnight.com。メールの件名は、こういう録でお願いします。<music> よかったねやすさん最高ですよチャンピオンが牛丼いいいねさあというわけでメール届いてますのではいはいはいニュースのねあそうそうそうはいちょっと呼んでなかったからそうですよ情報ばっかり言ってたから霜降りが押さえておくべきニュースそうですラジオネームカンパチ太郎さんカンパチ太郎板野智美さんはい AKB のはい ライブ告知再生回数、200回という、バイブスぶち上がるニュースがありました。うん、わお。少ないですね。<laughs> 少ない。200回これほんまどっちほんまにわからん。バイブスぶち上がるなそれは。<laughs> 何がぶち上がんねん。<laughs> すごいないや、再生回数跳ねる前に見たからじゃん。<laughs> あ,あ、そういうこと。わからんけど。告知動画200回。どういうニュースやねん。いや、もっと、めちゃ引きつけるような自治ネタとかさ。 そういうのね。世界情勢とかね。うん、ええー、ラジオネーム、テリトリーさん。いい名前。最新の芸能ニュースです。はい。まやみきさんが22年ぶりに髪の毛をショートカットにしたそうです。え、はい、えー。どうでもええわ <laughs> マジでまやみきの動向。みきさん知らんがな。どうでもええわ。やみきさんいやいや、やみきさんって何やねん。え違、ー、う違う違う、その、う、 しょぼいな、ニュース。マヤミキさん、そうな、22年ぶり。すごいな,な。長らくロングヘアやったん知らんよ。今、ショートですか。抑えておくべきでもないやろ、別に、えー。いなすごいな。噛み切らないで。やがましいわ。諦めないで <laughs>、えー。続きまして、ラジオネーム、ロッキンロードさん。うん、昨日だる。高橋英樹さん。はい。スリムになってきたことを実感。へえ これをさえ押さえておけば、周りからも情報通だと思われますよ。思われるか何のラインやねん、それ。思われるか実感してんねや。遅ない実感。ニュースなってんやしかし、どうせ。ブルリムになってきたことを今実感してる。違う違う違う。ブログの抜粋とかやろ、どうせ。えー。違うけどね。ニュースを聞いてんの。えぇー。実感れ。ええねん、そのお前の、しょうもない文字利。さっきから、まやみきさんから。代表作で文字になええー、続いて。 芋虫一本釣りさん。キモ、キモいね。名前。お二人は、はい、新紙幣が誰になったか知っていますかああいや、知らんわ。そうか。知らんわ。紙幣ね。変わったん知ってるけど。そう,そうか、そうか。一万円札と五千円札と千円札か。なるほどね。はいはいはい。はあ<ー>。誰やっけな、見たな。誰やって俺も見たぞ。 あ、ピンクの電話の竹内さん。もうええわ、お前。一万円札やったから。ええちょ、ピンクの電話さんのないじんの何やねん、たまに出ろ、い<や>お前のいや。いじってない。分かん、ね、アドニースとピンクの電話さんまたちゃうで。ちょいいじってない。芸人やから。ほんまに思ってるから。ピンクの電話の竹内さん。あのー。お前さ、ピンクの電話さんたまに急にいじんの。声普通の。怖いねんけど。方の人。が一万円札やったな、確かピンクの電話さんが、紙幣なるわけないやん。な、なってたやろ。今のピンクの電話さんの写真が。 いや、ならない、ならない。一万円札多分そうやったけどなぁ。いや、ならないですよ。いや、なるやや、ろいならないです。嘘いや、ならないです。異業な…違うよ。あ、違う。で、俺、それ千円やろ一万円札、一万円。あ、一万そうそう。俺五千円見たもん。あ、五千円はうん。林家、あの、太平師匠。え太平師匠その、あ、間違った。三平、太平師匠。ど、どれですか あの、チャンラーの人。えー、コンペーション。あ、コンペーション。はははは。林はコンペーション。は今大事で、ながらごめんごめんごめコンペーション。チャーラーコンペーでーすやかましわの、チャーラーンの前の、腕上げる前の、両腕下げてる状態の写真。いや、せめて上げてる方やろ。 せめて両腕上げてる写真やろ。コンペーションが5000円。コンペーションならないの。いや、偉大な方ですよ。いや、偉大な方ですけどね。ええ、違うでしょ誰ですかえ、誰やったっけでも偉人ですよね。あ誰やったっけな。もう名前マジで。ごめこれは確かに、ちょっと勉強不足ですね。あ、1000円思い出したあ、思い出した。マジのやつ言っていいですかマジも,もうこれは間違いなく、あの、 僕、いるんですよ、造幣局に知り合いが。あ、そうなのでも、型番を見してもらって。あ、じゃあ、ちゃんとしてる。初めて発行するとこも見た。機械から出てくるとこ。あれやった。坂本ちゃん。そんなわけないやろ、お前。坂本ちゃんやった、マジで。お前な、合格って書いて鉢巻きしてるやつがな、紙幣なるかいや、マジで坂本ちゃんやった。坂本ちゃんやらへんがな。えスキンヘッドをね、ちゃうかったっけ違いますよ。え誰やったっけあ、これ、リスナーさんに教えてもらおう。 ああ、急いで教えてください。リスナーさもう今、もう今まさに教えて。はいはいはい。1万円札、5千円札、千円札。この3つ。うん。ああ、そうかそうか。あれちゃうかったかな、でも。え誰 ?1 万円札、ああ。マナが1万円で。マナカナのマナさんカナが2千円札やった。はい。双子で分けんなよ。いやもうマナカナで千円カナが2千円やったいや、マナカナで千円や。 いや、その、マナとカナで。分けてたやろ。めちゃくちゃ分かりにくい、それ。1000円と2000円。偽札を前作りまくれんで、それ。分かりにくいわ。多分、紙幣の。いや、分かりにくい。肉ーの方、これすぐ送ってほしいないや、めちゃくちゃ分かりにくいよ。わ分かりにくい。四え、5000札。あ、5000札まで出てなかったかも、確かに。はげる前の三浦マイルドさん。 その、ハゲた後じゃなくて。いや、ハゲる前のミザマ,マイルさん。マーシュじゃなくて、うん。20代のハゲる前のマイルさんちゃうかったかな。五 <laughs> <laughs> 千円札が。ゲロ箱は全員。大富豪ゲロ箱はあんなもん。金持ちがこぞって。<laughs> ええー、いや、難、何やったかなぁ。えー、難しいな誰やったっけうん、これ難しいですね。難しい。まだ来ない。あれちゃうか、千円札うん。あの、 ピッチャーの時の坂東さん。古いな。坂東英二さん。全部。大体あれ、万年描かれるから、紙幣は。現役の時のな。500円玉はモンジャラですよ。モンジャラポケモンのあの、奥から目が2つ出てる。モンジャラ7円。モンジャラで10円玉が梅干し殿下。あ、来た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 。やっと来た、正解来た。え、速報です。はい。え、紙幣ニュース。はい。リアシさん。リアシさん。 千円札が、島田秀平さん。五千円札が、カンカラさん。一万円札が、号泣です。オンバトと全盛期やないか。オンバトと全盛期やないね。俺知らんわ、カンカラ。俺カンカラ知らん。時代劇コントでおなじみ。俺知らんわ。カンカラ。俺カンカラさん知らん。おったけど。あ、おもろい。めちゃくちゃおもろいやん。このコーナーおもろい。カンカラかい。ああ、おもろい。え、ほんとに号泣。 コンビでそっちは皆さん引き続きちょっと紙幣のニュース教えてください3つ教えてくださいねお願いしますンからおもろいな今んとこ5000円がンからはかなり確定ですあと1000円の坂本ちゃんいや坂本ちゃんええわンから4人組とかでしょ6人組とか知らんわ俺オンバとそんな見てなかったおもろかったンからさんいいねさあというわけで宛先は SS アットマークオールナイトニッポンドットコム SS アットマークオールナイトニッポンドットコム粗品 と聖夜の頭文字で SS なってありますので、はい、皆さんこぞってご参加ください、はい、ああおもろかったカンカラさん壺入った懐かしいいやでもまだ情報を受け付けてますから小学校の時でカンカラさん見てた、はい、確かにねおもろいいや面白かったカンカラさあ続いてはこちらのコーナー参りましょうやと <laughs> えへへ粗品の代表的なツッコミ、<laughs> 野党に代わる新しいツッコミフレーズをみんなで探していきます。これ一番ストロングスタイルなえー、もう本当にストロングですよ。ボケ,ボケとツッコミセットで送ってもらって、えー、ワンセットというと。楽しみやな。えー、結構面白いの多いですよ。本当ですかえー、えー、神奈川県横浜市、スプリングフォレストさん。うん、はいはいはい。私が掲げるマニフェストは、うん、駄菓子屋の軽減税率。うん あらゆる公園にコーラが出る蛇口の設置。<う>給食のデザートとして、ハーゲンダッツの義務化であります。うん。選曲がギッザニア。<laughs> ああ、なるほど。いいですね。オープニング。面白い。えー、確かにね。<laughs> はい。この、なんでしょう。甘党とか。 おもんない奴は言うんかなとるほど。俺はボーボコにする準備をしてていいんなるほど。これ、かいくぐられた。これでいいんですよ。オールナイトニッポンのリスナー結構面白いですよ。なるほど。下振り名星の騙し討ちとは違いますおおぉ言ったえちゃんと言った。いや、あの、大阪のね。騙し打ちのスタッフ慌ててるよ。エポコラジオでし。慌ててもないか。エポコラジオですから、あれは。んやお前。オールナイトニッポンかおいおい。僕大好きですよ、騙し討ちも。オールナイトポンもどっちも頑張りますから。いや、僕もしようと思ってます。おぉ騙しちやったら多分ね 良かったよかった。二つの良さありますから。<laughs> えー、続きまして。いいね、えー、ラジオネーム太ももデッドボールさん。うん。はじめまして、今日からこのクラスに転校してきた山田です。はい。僕の出身地の北海道では、以前番組でも紹介されましたが、うん、飲み会の締めに、ラーメンではなく、パフェを食べる、締めパフェが流行ってるんですよ。うん、県民賞の自己紹介。 なお、なるほど。いいですね。いいとこついてんのよ。センターね。県民そうそうそう。俺らで言う。やっぱね、ほんま、ダジャレとかね。そうそうそう。ま、あわからんけど、パフィーをなんか歌って、いや、パフェーとか、そういうレベルのやつは省いてます。ああ、なるほど。いいですね。結構ね、面白い。いいです、いいです。野党のコーナー。素晴らしい。埼玉県埼玉市。ラジオネーム、割り箸ペロペロズさんの、河野。穴悪いな。え佐藤って、モデルと付き合ってんの いやー、怪しいなー。あいつ、虚言癖あるからなあいつの言うことって、大体嘘、864だからなー。なんやなんや。税込みの勘よいいねー。いいよ、これ。いいねこれおもろい。税込みね。800円に。いいねー。これよくない面白い。いや、いいんですよ。名前、何ですかちょっと覚えておこう、確かに。割り箸ペロペロズ、コうの。いや、おもろい。 面白割り、割り箸、割り箸ペロペロズの相方もおもろいんやろ、多分。河野 <laughs> がおもろいんや <laughs> がおもろいんやったらな,な。もう一人おるってことやから。いや、今のはお見事。いいねえ。面白かったです。えー、こういうパターンもあるということで、はい、えー、兵庫県、おバカ三太郎。奴、うん、は、とんでもないものを盗んでいきました。ですね、名言。あなたの、心です。はずなってる。 いいね。いいね。そういうのもいいのよ。そうやねんな。なんかな、こういうコーナー始めたらダジャレ多いんですよね。シナっぽいこと言おうとするけど。プリンセス天候生みたいなね。こういうのでええねん。普通のボケ。そうそうそう。もう。粗さん今んとこどうですかいやいや、いいじゃないですか。騙し討ちはオールダジャレやからな。ほんまやな。あいつら。あいつらあにも上がってあらららららら。いいね、オールナイト日本。いいですね。 いいですね。うち、うちのね。面白い面白い。いい楽しなっていた。えー、ラジオネーム、え、笹垣妖精さん。はい。ああ、流れ星だうん。ええ子ちゃんと付き合えますようにうん。ええ子ちゃんと付き合えますように、うん、ええ子ちゃんと付き合えますように 滝行の声量。はあ。いいですね。この声量シリーズ我々やりますから。いや、そうやね。ようやんねんな。滝行いいですね。これはやるか、実はとかで、ね、<laughs> 実はのゴリフリで、ねあ。あの、これはさ前も言ってましたけど、はいはい、コーナーでいいのあったら、うん、我々テレビの一節でやります。 僕ら、声量シリーズは結構ありますからね。そうそうそう。金の話とかね。声量が金の話。これはいいですよ。リーグの野党も、清涼声量ってますもんね。いいね、滝き行。いや、いいんですよね。えこれはでも騙し討ちでもよく見るリスなんです千本の奥さん。あ、千本の奥さん。あなたまた浮気して、私たちもう昔みたいな中には戻れそうにはないわね。距離を置いた方がいいと思うの。私たち、オアシズになりましょう。 別居することを潜在写真が別々のオアシズで例えんだ。<laughs> おぼろ。おぼろ。別々やけど。なんちゅうボケや。おぼろ。なんちゅうボケやね多分、オアシズさんが若手の頃、新同士で活躍しすぎて、めっちゃイケがどうみたいな。別々なったんでしょうね。いやなんちゅうボケな,な,なボケ、マジいいね、千本の。ラジオでちょうどええわ。舞台ではできへんけど。いや、面白いね。いいね。えー、福岡県、新自慢。新自慢。 おい、父。久しぶりに一応やってみっか。お<う>あ、あ、あ、父。おら、もう、ダメだ。<う>行く。<え>行くーえセックスソンドピュー。あええなるほど。信じまーん。信じまーん。<laughs> 我らが信じまん。ソンドピューでした。いいね。いいんかいいい。いいんかい。どんなんが待ってると思ったら、ソンドピュー。 いや、<laughs> 最初やばすぎるけどな。最初何おい、父ー久しぶりにいっちゃってみっか <laughs> セックスのことやねん。野沢、えー、さんに怒られるよ。怒られる。怒られる。孫ドピュー。うん。高ましは。面白いな。おもろいな、これ。これもおもろいねんな。ラジオネーム、いぶき00ゼロ三八。出た知ってるよ。私、グラビアアイドルやってます。うん、ローラさんのモノマネします。うん、現在、アフカでは大量のドア、 密漁されてんだよ。みんなでゾウを守ろう。いや、最近のローラ。はあ。 いいねいいねいいね最近のローラーこんなんなんやこのインスタとかでも結構あそうなんや発信してます結構そういう僕らも好きですよあの最近の○○系ねやってただからさっきで言う紙幣の大喜利でええピッチャーの時のバンドさんみたいな大喜利の発想の引き出しねそれはあるそ俺らのことも分かってくれんなボケのパターンあるなやっぱリスナーさんからいいねボケの勉強になる素晴らしいええ7月10日がバースデーさん 好きな花は、デイゴです。沖縄の意味わからん花 <laughs> 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 意味わからん言わんでやろやねん。よく歌詞に出てくるだけで。デイゴ見たことない,い、ね、デイゴやろハイビスカスとかは見たことあるけど、<laughs> <俺 S 1> パイナップルとか。 デイゴどこにあんねん沖縄の意味。おい、聞いてくれ沖縄以外のみんな。沖縄の意味わかるやろ、この気持ち。なんちゅうこと言うデイゴどこにあんねんデイゴ。どこのスポット行ったらデイゴ見れんねんデイゴってないやねんちょいちょい、そ言わんでええべ。デイゴってないやねん意味わからん。いや、面白い。ああ、おもろ。野党のコーナーでした。ああ、面白かった。いや、いい寄りすぐりをちょっと選ばせてもらいました。いや、素晴らしい。いいねえ。いいぬるくないねえ。いや、 結構面白いボケ、やっぱボケっていっぱい種類あんねんなっていうね。うん、なんか楽しい。俺らも M1 思い出すさ、なんか。わかる。こういう作業をずーっとやってましたから。やってだわ、ボケ出して、発表してみたいな。確かに。 これいいですねこれを二人でずっとやってますからねネタ合わせで僕らはずっとこれやり合い大喜利のやり合いですよああ素晴らしいいいですねさあというわけで野党のコーナー SS アットマークオールナイトニッポンドットコムまでお願いします宛先は SS アットマークオールナイトニッポンドットコムですメールの件名は「野党」でお願いしますさあメールいただいております、はい、えー紙幣のあやっぱ本ンのやつがみんな用意してねんな紙幣の 俺らが知らんかったから。すいません、カフー。カフー。せいさん。せいさん、カフー。あの、ブースから、カフーって。すごい。カウス市長が弟子呼ぶときやから、えカフーやろお前なタフー計画さん。思いついたこと全部言い過ぎ。なんでタフー計画さんって人がおって、タフーって言うけど、お前なフー、知らんでもお前。タフーみたいになって。言いすぎ。マジで。あれ、名物ついたこと。カウスミュージックそんな話しちゃうね。紙幣ね。はい。えー、滋賀県、天口ナポリタンさん。お 一万円札は、星野拓也。うわ五千円札は、大和教授。千円札は、ホームチーム。オンバトやないかい。オンバト知らんね俺。オンバトのピン芸人二人と、ホームチームさん。懐かしい。見てないね、オンバト星野拓也さん。めっちゃ懐かしい。どんな人懐かしいって失礼か。あの、あれですよね、こう、ほんまにヘッドセットみたいにつけてる人ちゃうかった。星野拓也さん。 ちゃうか。いや、音場世代じゃないんですよね。お前めっちゃ音場と好きやんな。僕結構好きです。なんかそういうお笑いマニアの嫌なとこ。嫌なとこいや、いいとこやろ、どう考えても。嫌なとこ。嫌なとこいいとこやろ、どう考えても。え続きまして。もええネイチャーさん。はい。1万円札が江戸紫。あ、ショートコ千円札が三拍子。ああ最後。千円札が。 飛び石連休さん。素晴らしい。もう先輩おるから。全員先輩先輩いじりやめて。全員先輩。三拍子さんなんか、バリバリやろ現役まだ。全員現役やろうか。全員。そうですよね。失礼なるからね。すみません。いや、お連休さん、俺。めっちゃ好きやった子供の時。ペイジさんな。はい。うん。面白かった。ええ。ラジオネーム。私の傘だけありません。大阪です。おお、いいね。 1000円札が、パペマペ X。5000円札が、金子生徒会長。1万円札は、マヤです。いや、マヤ。このあれでしょエンタか。エンタ。俺でも知らんわ。一人も。いや、だから、マジャコングさんの前の名前ちゃう、マヤって。あ、そうなんだから、パペマペ X も、パペットマペットの前の名前ちゃいますそうなん多分、多分やけど。えぇコンビとかちゃうかな。昔の名前。ちゃう 金子生徒会長さんって、生徒会長金子でしょあ、生徒会長金子多分ね。あ、いたいたいた。パペマペはパペマペの進行形進化形。進化系でいた。はぁ、そうやっけ面白い。なんでそっちやねん。パペットマペットさんでええやん。その先輩いじりやめて。先輩いじってんなちゃんとした支援ありますかちゃんと偉人やったよな、あれ確か。えバンブーさん。バンブー。 現状、千円札だけ判明してるのですが、シルシルミシルのめっちゃ飯食う AD の堀くんです。俺、忘れたわ。誰いましたっけちょっと待って、誰堀くんあの堀くんうわ俺らシルシルミシルはちょっと大人になってたから、ちゃんと見てないがっ見てないなうわちょっと待って。千円出世したな堀くん。えラジオネーム、え玉戦闘員さん。はい。 五千冊は、坊主の時のアイコニックさんです。坊主 <laughs> <laughs> の時かアイコニックちょっとわかんない。俺、ちょっと知らんなアイコニック、坊主のにした人ですよね。へぇー。アイドル。あ、アイドル坊主の時かい。へぇ<髪>ー。歌手さん。髪の毛長い時でええやん。ちょいちょい、ちょい渋いって。全部渋いなぁ。いじでええねん、いじで。アイコニックが五千冊のある時代。<laughs> 千円が堀くん。すごいね。いろんな人おるな。ええー、もう、ないですかね。だからもう今んとこは、千札坂本ちゃん、ええー、坂本ちゃん強いな、勘から。勘か,からや。絶対勘から、五千札が。<laughs> 1万であれやろうな一 1>, 1万な一1万は、まあ、や、や <laughs> ピンクの電話さん。ピンクの電話さんかな竹内さん。<laughs> 声低くない方。いや、これなんなんこのコーナー。 うん。いや、面白いなうん。二人はどんなお笑い番組見てたあはいはいはい。えっと、いやでも、僕らエンタ世代ですよ。そうやな。うん。エンタの神様。エンタ世代。めっちゃ見てたわ。エンタ世代ですよね、やっぱだから、小梅大ダさんもそうやし、デスヨさんもそうやし、めっちゃ見てたな。そうそう。うん。やっぱエンタといえば、はい。今夜もあいつが、飛び跳ねる どこやっとんねんどこやっとんねん、お前。てってれー。じゃ、どこやっとんねんあそこです。笑いのニューウェーブ、陣内智則の時やないかい。てってれー。あの、ネタんとこ、ネタんとこ。デンつって、デンつってって、あの、ちっちゃい陣内さんが、ピョピョょピョょこぴょこぴょいって言って、あの、あの演出ね。そうあったけど、それ。やっぱ白石美穂さんのトークね。じやこもやされてへんね、あれ。 お前ネタ終わりトークあるけど。え、例えば白石美穂さんのトーク。じゃああんな誰も聞いてない。いや、あれがんい。いいんですよね。じゃあいい白石美穂さんじゃないですよ。エンタマジで誰好きやったのエンタ、いや、小梅太夫さんとかめっちゃ好きやったよ。小梅太夫さんでも共演してたやん。あ、しました。脱力タイムズで。ね、脱力タイムズで。全くわからんかった。すっぴんの小梅太夫さんやってんけど。<laughs> 全くわからんかった。ほんまに梅田、えー、えー、梅田こゆ な何ですかその、急に。お前、ほんまにおにぎり食うたかおにぎり食えよ、お前。エンジン、エンジン。めよ何を言うてん。コウメ太夫さん。にウメ太夫さん、楽屋行ったら、素のコめだ太夫さんも結構、高かったよな。あ、高かった。この、そしら、このありがとうございました。言ったら、ありがとうございます。みたいな。ほんまに、ほんまにあの感じやねんな。あの感じやったな。お疲れ様です。みたいな。あの感じやったな。コウさん、うわ はたさんとかもめっちゃ好きやったけどな、ギター侍。ああ、はたようくさんね。ああ。ええ、確かにな。って、言うちゃなーいな。恥ずかしないんか、お前。え恥ずかしないんじゃないよ。残念やろ違う違う。って、言うちゃなーい。ここが好きやねん。ここが好きやねん。そこええねん。そこ、やっぱそこ。じゃなーい。残念。 霜降り明星の「オールナイトニッポンゼロ r <っ>お送りしてきました霜降り明星の「オールナイトニッポンゼロ r <っ>そろそろお別れの時間ですうわっやっと頑張ったからここまでやっぱりビタースイートサンバ好きです日長かったなぁ今日長かったよこれ聞いたらなんか一日終わったっていや長かったな今日って昨日と朝 ええ、これですよ。オールナイト日本のコラボレート日本つって取ってで、まああれですね。なんですか？どうしたんです、かさん。ごめんなさい。あのどうしたんです？スタッフが首かしげてるんですよ。脇汗すごい。そんまに燃えるかもしれない。 もえもえへもすいません、すいません、まああの、また後ほどはい、詳細はねお前同伴やんな同伴って何やねん、共伴とかやろ同伴してくれよななんで、なんで同伴やんラウンジ行かんね今からいや、疲れたな疲れたなぁとか最近朝もさ、お前言っててめっちゃわかるわと思うんだけど朝ムカつきながら起きるよなくっつくねん朝、マジでな朝起きて早すぎてどうなんてやったっけなぁ、つね朝起きて、その、ムカつくねんな きてチーって腹もなってうあみたいなんねやなるなる気合やっぱ入れ直すよなでも m 1終わってかマジで休みないっすからねほんマやで毎日ビタースイートサンバが癒されるわ癒される今日も良かったね朝5時やんけあれおかしいやろあれやっといただけたレギュラーいや5時はないわ5時はああがもうないないもう無理 正直無理外も明るいしこれがええって言うてたやこの明るくなってリスナーのまだ数少ない聞いてくれてる方これを喜ばすのが使命でしょ僕らの誰も聞いてないですよおー食い下がるまだやるなるほどおーまだやるもう終わるよマジでマジでいやマジだもんねマジだそしはこのレギュラー大切にします皆さん有楽町にあの力をくださいいやいやそんな言うてない お前、ええねん時なんか誰も言えってちょっと三時半ぐらいが誰も聞いてってっいうのが霜降りんの意見でした おい二人の意見にすなマジでさいや俺マジでみんなの意見読んでるよお送りしていきました下請けはさあ「オールナイトニッポン」お別れの時間でございますまたラジコのタイムフリーでもう一度聞くことができますのでお願いします SS アットマークオールナイトニッポン .comSS アットマークオールナイトニッポン .com までお願いしますさあ詳しい情報は番組ホームページまでそして来週は蔵出しトークスペシャルですのでよろしくお願いします この後ミックスチャンネルで、えー、3分少々やりますんでそれもよろしくお願いしますせいやはオールナイト日本大好き粗品はどうリズムに合わせて言ってみてうん僕はあんまり好きじゃないかもはいじゃあ出ていく <laughs> <laughs> さよならーオールナイト日本から出ていんで武田哲バイバイ僕は大好きみんなの耳の丘恋人ありがとう <laughs>